ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。 TikTok が伸びました。いいよ。配信でもちょっと話したんだけど、うん、ロート製薬の公式 TikTok でこのチャンネルの動画をたまにアップしてくださってるんですよ、はい、それでシルブプレジデント、うん、そしてポニーの歌ってみた動画が公式 TikTok で伸びました。イエーイ、上げてくれてありがとうございます。いや嬉しいね。嬉しい、ね、そうやって広まっていくっていうのは。でも改めてやっぱちょっと認知度足りてないなっていうのもね再認識したんでね、もう広報としてこれからどんどん広めていきたいな。というわけでなんと公式の運営の方から TikTok にアップする用の歌ってみた動画のオファーをいただきました。なのでそれをね今日一緒に撮っていこうという企画です。はい、いいよ、もう何でも動画にしよう。でも何でも動画にしていこう。でね、そのオファーをもらってからどんな曲がいいかなって考えたんだけど、いろいろ歌いたいのもあるし、うん、まあなんか難しいなって思って、うん、あ、TikTok といえば若い視聴者っていうイメージがあるから、うん、まあ音にもねアドバイスをもらいながら撮っていきたいなって思ったわけです。任せてください。おお、期待してますよ。やりましょう。若い意見をねどんどんね、やってやろうよ。出していってください。はい、音には今回の企画TikTok 用の歌ってみたを撮影しようというふうに伝えてるんですが、それは偽企画です。今回の本当の企画は、もしも姉の歌が超下手くそだったら弟は指摘するのかという検証動画です。実際に歌を歌うんですけれども、あえて超下手くそに歌います。私の歌ももちろんね音知ってるからあれって思うと思うんだけど、その後私がねめちゃくちゃ満足げだったら傷つけないために指摘しないのか、それとも TikTok に上げちゃうからしっかり止めてくれるのか、この反応を見ていきたいと思います。まぁ、ちょっと意地悪なドッキリなんですけど、歌えた、頑張りたいと思います。いってきます。じゃあまずはなんか歌何がいいかなっていう、そうだね、決めたいんだけど、何がいい、てか何が流行ってる、高校何が流行ってる、何が流行ってるって言ったらまあいろいろ流行ってるけどさそんなやっぱ、でも曲で言ったらでもやっぱそう、最近結構さアップテンポの曲とかがね、あー流行ってる、うん、ね、そうだから TikTok とかもさ結構何テンポがいいイメージがあるからさ、うん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 、踊ったりするもんね。基本的にそう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 、踊りに合うような曲ってことだもんね、うん、アップテンポの曲、まあそんな感じがいいのかな。まあアップテンポといえば、まあ、YOASOBIさんが、いやもう間違いないね、 YOASOBIさんの曲、うん、何がいいかな。でもやっぱ、うん、夜にかけるはねもう、あーいっちゃう、夜にかけちゃう、もう本当に夜にかけちゃう、そこからですもんね、夜にかけちゃいますか。じゃあ夜にかけるをちょっと撮っていこうか。おお、やってみるか。じゃあ1曲目夜にかける YOASOBI さん、はい、歌ってみたいと思います。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう。よしよし、どうだった、いいんじゃない、楽しそうだったよ。あ、ほんとありがとういやいや、じゃあね、この調子でね2曲目もいってみよっか。静かめなゆったりした曲いく、次。なるほどね、バランス的な意味でも、まあ、あとはその、うん、今 YOASOBI さんだったけど、うん、まあ女性に限らずでも、いや男性ボーカル私低音出るかちょっと不安なんだけど大丈夫かな。あ、じゃあまあちょっとその、うん、ハイトーン系の感じの人がいいのかな。そうね、最近多いもんね、あの男性でも結構キー高い人ね、うん、あ、じゃあ、なんか私ね、あの曲好き、ドライフラワーユーリさん、あ、出た、もうね、あれめっちゃいいよね、今年最大のヒットと言っても過言ではない、いやもう最大のヒット曲ですよ、ドライフラワーにしよっかな、挑戦してみたいと思います。声も顔も不器用な
とこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと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 色あせる。あ、どう？男性曲。いやよかった。あ、よかった？いやちょごめん、俺めっちゃちょっと曲に入ってたわ。え、聞いてなかったの私の曲？あ、聞いてたよ聞いてたよ。あ、聞いてた？よかったよかった。おお、うん。え、どうだった？え？感想言ってよ。うん、頑張ったじゃん、いいお姉ちゃんと。すごくいいよ。あ、すごくよかった。歌えてた？うん。ちょね、男性器だからね、いやいやちょっと入り入り低く入りすぎたかなって不安もあったんだけど、まあでもね、うん、この曲もそもそもちょっと男性としては結構高い方だから、うん、女性が歌ってもそんなに暗い感じにもならないし、あ、いい感じだった、いいと思うよ。おー、バズるかな。まあそもそもね、この曲ちょっと切ない感じだしね、うん、そう、切ない感じもちゃんと出した、うん。あ、じゃあいい感じでバズりそうな曲を2曲歌ったんで、はい、じゃあ最後3曲目何かある？もうじゃあなんかもう関係ないというか、うん、そこからちょっと離れてみるとかね、 あえての、あえてこうちょっと動揺とか言っちゃう？あ、逆に？いや逆に、あ、逆にね、逆にバズる可能性はあるよ。逆にってどういうことかわかんないけど逆にもみんなね、こう踊り出したくなるような動揺で、まあでも動揺はもうみんな知ってるからね。何がいいかな、でも何がいいんだろうね。森の熊さん、なんかいっぱいあるもんね、そうね、うん、森の熊さん、あとなんだろう、どんぐりコロコロとか、あ、コロっちゃう、え、何コロっちゃう、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 あ、コロっちゃうか、じゃあどんころしちゃおっか、じゃあどんころしちゃおっか、どんころ流行りそうだから、どんころ行こう行こう行こう、どんころ流行るかな、じゃあどんころで撮ってみようか。どんぐりコロコロです。めっちゃ緊張する。緊張するか、いやだって動揺さ、こんな動画で撮ることなんてないじゃん。これこそもう楽しく、じゃあそうね、楽しく行こう、うん、うん。くりころころどんぶりこ、お池にはまってさあ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。どうだった、バズりそう？ドン入ってなかったけど。え、ドン入ってたよ。あ、だくりころころどんぶりこ、いや、まあ、グリから入ったから、グリから入った、そうそうそういいの？グリコロだから、グリコログリコロなの、そうそうそう、ドンコロじゃなくてグリコロなの、グリコログリコロ流行りそう、グリコロ、あ、逆にね。どうでした、私の3曲通して。いいんじゃない、あ、いいんじゃない、すごいなんからしさがあったよ、うん、らしさがあった、うん、本当にありがとう。らしさって何？私のらしさを一言で表して。おお、楽しそう。あ、楽しそう。あー、なるほどね。いや、楽しそうなのがやっぱ一番大事だよ、うん、いや、まあ確かにそうだよね。はい、ということで、おとくん、はい、実はこれドッキリでした。なんだそれ。いや、何のドッキリだよ、言ってみろ。はい、ということでね、ドッキリだったということなんですけれども、何の、今回の本当の企画を発表します。はい、もしも姉の歌が超下手くそだったら、弟はそれを指摘するのか。あ、ドッキリでした。あ、いや、あなた、いや、ちょっと俺の優しさが出ちゃったな。あのね、私ね、歌い終わった後ひしひしと気遣いを感じたよ。え、あ、これ、いや、だから言葉選んでるなってお姉ちゃん思ったよ。あれと思ったの。まあ姉ちゃん、俺下手くそ、まあでも曲も難しいしなと思って、うん、でも姉ちゃんこんな下手だったかなと思ったけど、あ、でもあれかな、このロート製薬の公式の TikTok がやっぱこういうスタンスいくのかなって、あ、バズるかなって、逆にこういうのがバズるのかなみたいな。あ、正直じゃあ下手だと思ってたんだ。下手、これ音一つも合ってなくねと思って。あー、それをうちに秘めてよかったじゃんとか、なんか上辺で言ってたと。あ、なるほどね、うん、あ、音はそういう人間だったと。いいんじゃない、楽しそうだったからいいんじゃないっつって。こういう人怖いですね。何が、表裏結構ある人ですね。じゃあね、何を、いや違うよ、裏で何を考えてるかわかんない。気遣いよ。でもお姉ちゃん、逆にその気遣い感じてちょっとなんか傷ついたよ。あえて言わないようにしてくるのがなんか、
お姉ちゃんワンちゃんこういうのあるんじゃないかと思われてるか説。そうそうそう、だから実はこう普段上げてる歌ってみた動画とかも別の人が歌ってんじゃないかっていう。あ、ちょやめてください。私のそのコメント欄とかに歌担当って書かれてたりするの。歌担当の人いるでしょみたいな。違う違うよね。違うよ違うよ。あのわざと本当に下手くそに歌わせていただいてるだけです。 TikTok にはまた別のちゃんとした歌ってみた動画を上げようと思っているので、なるほど、皆さんぜひ本当にチェックお願いします。そこはちゃんと歌ってんのね。はい、もう私が心を込めて真剣に歌わせていただいているものになるので、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということでおつねばおつねば、ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。